の料理教室の一つなんですけれども、はい、私も食べるだけの会をしてっていう要望があったのがもう20年ぐらい前だったかな、15年なんかそんな前で、あのだけどお料理の方法は教えてほしい、それからテーブルセッティングも教えてほしい、それから毎月のしつらえの仕方、それを味わいたいっていう方がから始まったんです。日本の郷土料理ということです。まあ、郷土料理といっても、いろんな場所によってはいろんな工夫がなされてるんです。大体貧しくて次どうしようかって言った時に伝統的に貧しいので、食べるものを大切にしたいっていう心から生まれてきたお料理が多いです。だから十和だからいただいて悦子さんが作った赤かぶのお漬物とおたくあんを今日は最後に出しました。初めのところに能登のフグの、卵巣をぬか漬けにした、これまた珍味なんですけど、これも郷土料理の一つで、これをクリームチーズ、ちょっとクラッカーの上にクリームチーズを乗せて上に乗せると、またこれなかなか美味しい味ができて美味しいです。それから今旬のカブラを使うとか、大根を使う、ごぼうを使う、そしてまあけんちん汁をするとか、至る所に各地の、まあ、今現在私たちの周りにある食材を使って、日本料理の家庭的な日本料理を作ります。